特別なツールを使ってしかアクセスできないダークウェブと呼ばれる闇のインターネットが存在しています。今日はそんなダークウェブサイトに詳しいスレ主が立てたスレを2本紹介します。まず1本目のスレは2017年10月に立てられたスレです。ダークウェブに詳しいけど質問ある。ある。アウロループ。子供には興味ないんだ。おすすめのサイトは？ロリサイト教えろ。教えるのも違法だろ。ダークウェブとは、簡単に説明してくれや。TORを利用してアクセスするサイト。普通のサイトと違うのは普通はサーバーの IP アドレスから所在地がわかるけど、TORを介すると非分サーバーといって所在地がわからなくなる。ネタがちゃんと届くサイトある。国内では知らないけどあるよ。つい2ヶ月前に閉鎖されたけどアルファベイとかハンサとか。何ができるの？ネット規制が厳しい独裁国家から、国外に情報を送ったり違法なものを売買してる。アドレス直接打ち込んでいくんでしょ。それって初めは誰がどうやって見つけるの？宣伝とかするの？ディープウェブを紹介するサイトがサーフェスウェブにある。今シルクロードみたいに薬物とか買えるところある。たくさんあるよ。儲かるからみんなやめない。あれってどのくらい匿名性高いの？TORの匿名性は設定によって変わる。設定ミスしてたりゼロデイ攻撃されればないも同然だし、ちゃんと設定をしてゼロデイがなかったりすればわからなくなる。TORはそのままの設定で大丈夫？ブラウザーの方なら基本的には、テイルズもできるだけ設定触らない方がいい。iPhone でも入れるの？持ってないから知らない。でも TORVPN って言って VPN 設定するだけで TORにアクセスできるサービスがある。おすすめしないけど。具体的に何があるの？ダークウェブに。健全な情報もたくさんあるよ。独裁国家の横暴を暴露してたりするサイトや本物の Facebook もある。でも匿名性を悪用した薬物や人身売買、児童ポルノのサイトとかもたくさんある。ダークサイトでは良くも悪くも様々情報が手に入るようです。リスクも高いようなので直接自分でサイトを見たことのないスレ民たちから質問が続いていきます。ダークウェブを怖いサイトだと思ってる子かわいい。普通のサイトの感覚でいけば感染するかもだけどね。お前にとっての普通って何？ JavaScript をオンにしてサファリや Firefox でアクセスすること。ほとんどビットコインでの取引だけど、取引だけどしたことある。ただ見てるだけ。俺は犯罪に手を染めたことないから。なんでビットにスレ立てたの？暇だから。逃げ始めながら立ててる。ナンジェーミンが殺害予告するときに使ってるやつだろ。ナンジェー鉄壁4点セットだろ。アンドロイドアプリのオーフォックスは信用できる？普通に使えるよ。ちゃんとオーボットでTORは返さないと意味ないけど。ああいうところの取引って基本 BTC だけど相場によって値段ちゃんと変動するの。するよ。自動で BTC 価格を変える。出口ノード、入り口ノードって何？出口ノードはTORの出口。ここからサイトにアクセスする。途中は暗号化されるけど出口ノードからサイトまではサイト側が SSL に対応してないと暗号化されない。TORの機能とダークウェブ自体をごっちゃにしてるね。TORを使ってアクセスできるのがダークウェブだよ。ダークウェブって何ができるん？できることはサーフェスウェブと同じ。でもサーバーの所在地や所有者がわからないから犯罪に使う人がいる。オニオンって今じゃ割と一般化してるしそこまで過激なものは昔に比べて少ない気がする。TORユーザーが増えるにつれ過激化してるよ。スレミンの中にはこんなことを目論むスレミンも。あそこに集団移住して昔みたいなアングラなネットを取り戻すって可能。技術的にはできるけどみんなやらないし、抑制が効かなくなるから無理でしょ。TORにプロクシー1個挟んでやってたわ。セキュリティ的に、どれくらいなのか知らんが。確かに国くらい経由してたような。標準で3箇所を返すようになってるよ。なんで検索エンジンに引っかからないの？サーバーがTOR以外からのアクセスを禁止してるから。日本語サイトはあるの？あるよ。関係ないけどボナくらいにかかったんだけどどうすれば？キルスイッチを開発した人がいるんだって。なんで見てるの？リサーチ。リサーチって何のリサーチ？ネット犯罪の動向。ダークサイトではこんなものも売られているようで。麻薬とか売ってるページもレイアウトは Amazon とかショッピングサイトみたいなの。それとも掲示板でやり取りする感じ？ Amazon みたいなの。アルファベイやシルクロードって Google で調べればどんなサイトか記事がたくさん出てくるよ。両方とも閉鎖されたけど。JavaScript をオンにすると何に感染するの？ Web ブラウザーの脆弱性を悪用して JavaScript で書いたバックドアを送り込まれる。表に出すなボケ。規制されにくいだけでされないわけじゃないんだぞ。規制はできないよ。閉鎖したいなら管理者を捕まえないと無理。FBI とか巡回してんの？してると思うよ。サーバーの IP アドレス使わずにどうやって通信するん？TORノードってやつをボランティアで立ててる人がいて、普通はサーバーから直接その人の IP アドレスに行くんだけど、サーバーからノードを介してアクセスする。だからノードの IP アドレスになる。またこんなことを考えているスレミンも。サーバーどうやったら立てられる？VPS を契約してTORを導入してTORアークを編集する。リレーじゃなくてアクセスできるサーバーもその方法で作るの。普通のサーバーってこと？普通のサーバーならTORは使わないよ。いやTORないからだけアクセスできるサーバー。ごめん意味がわからない。TORないでしか見れないサイトがあるじゃん。それの見る側ではなく配信側にはどうやったらなれるのってこと。さっき説明したのがサーバーの立て方だよ。そうか。ありがとう。TORは遅くて嫌い。最近は早いよ。
TORは基本的にそのままの設定で使えばウイルスとか怖いことないの？なんか自分側で停止しときゃいけないプログラムとかあるの？ノースクリプトで JavaScript をオフにしてれば基本的には問題ないよ。でも情報機関レベルなら HTTP ヘッダーにマルウェア仕掛けるかも。脆弱性あるなら JavaScript 関係なくね。脆弱性をつくのが JavaScript。HTML はマークアップ言語だから攻撃できない。以上です。続いてのスレは2020年10月に建てられたスレです。ダークウェブ潜ってたけど質問ある。リンク貼る以外なら何でも。オニオンチャンネル入れなくない。死んだぞ。てか NJ チャンネルアットとかもやけど再婚オワコンとかしてる。検索エンジンどれがおすすめ？アフミは一択やった。他のはサジェスト変わってくるけど使いにくい。Y はホワイトウェブ。誹謗中傷を一切許さなさそう。薬とか銃売ってるサイト見たことある。普通にあるで、キプロスのパスポートとか運転免許証とか。すげえやっぱ支払いは仮想通貨なんか。仮想通貨なんやけどやっぱり詐欺が多いわ。特に暗殺とかそういうのはほぼ詐欺。面白いサイトへ。Y は色にしか興味なかったからな。海外のサイトか。日本語サイトは少ないしすぐ閉鎖するわ。いつの間にかリンクまとめ行きも死んでたし。ハッカーサイト入った。ブーターのサイトとかはあるけど正直それなら Google で調べても引っかかるよねって感じ。X オニオンズってサイト知ってる？グロ動画ばっかのエロサイト。オニオンチューブ、カッコとはの YouTube みたいなのはあったけど、アクセスした日からめちゃくちゃ動作をもなったことがあったわ。初歩的な質問なんやが、一致的にはとはって安全だと思うか？自分の PC では全方がいい。ぶっ壊れるかもしれんから。ダークウェブに潜るための方法っていうのは、独学で学んだんですか？ネットの情報と本、いろいろ出てくるわ調べたら。サンキュー、どういう本や？とりあえず、久和さとしのダークウェブアンダーグラウンド、とどっかの文庫の闇ウェブとはみたいなん。読んどいたら本の方はええと思う。サイトは上記の金融経済まとめ、ウィキトーチ、アキのブログ、ネットセキュリティ系ブログ。事故動画、殺人動画、レイプ動画、こいつら転がってるってマジ。上だけ。てか全部普通に表層に転がってるし見つけやすいやろ。日本人ユーザーって結構いるの。フォーラムでイングリッシュと同列でジャパニーズのコミュニティができるくらいにはおる。Y の投稿見た実感からすると100はおらんけど50は超えてる。一つのサイトだけでな。あとおっさんが多い。アメリカのミレニアムなんたらで検索削除されてるのはなんなん。ミレニアムは著作権侵害とか、DMCA 権利侵害申請したら適用される。有名なんやったらカンコレが DMCA 申請されて一回ツイッター凍結させられてた。画像1。ここのどこら辺まで行った。ダークウェブ。ディープウェブとかは例えばディスコードのチャンネルとか会員サイトとかもやな。あとはその下にマリアナウェブっていう故障もある。はい、3月。衝撃的な動画とか結構ありそうやけどどんなのあったんや。ほぼ都市伝説みたいなもん。よく言われるのは殺人ライブサイトとかやな。レッドルームとか有名。ダークサイト長い間潜っていた様子のスレ主。こんな書き込みも。てか先言っとくと、名だたるジポサイトとかはほとんど死んだし、カッコ会員制のフォーラムなら極少数残ってる。そういう目的ですらもはや入る意味ないぞ。そんなんならツイッターとか他アプリの方が落ちてるし。これはヤバみってのはあるものなのか。マーケットでドラッグ買ったり、とりあえずビットコインで支払わんかったら大丈夫。アクセスしただけで札に捕まるとかはザレ事すぎる。ぼっかきっと毎日ランキング欠かさず見てるんやが、あの動画はどこから拾ってきてんの？そう、インクとかベストゴリとか、よくインクとかから取ってきてんなとは思う。ボッカキットの内容って想像だとダークウェブ並みにエログロコンテンツエグいと思うんやが、もっとすげえの？よく殺人ライブとか、スナックフィルムとか言うけど、後者に関してはイスラム国がもう実践してるし、正直表層の方がえげつい。自分、息使ったことないんやけどどんな使い方するん？あれ英語やからやっぱクソ使いにくいんよな。銃器とか偽造クレカ売ってんのも最初はおもろいけど別に使わんから興ざめするしな。一致を通報した。すぐに逮捕やろな。もう PC 捨ててデータもないからな。固くまでいかんやろ。エロサイト教えてくれやいいのに、みんなお前の薄い知識なんか片耳程度にしか聞いてねえよ。英語使えんと無理やぞ。オニオンチャンネルにもちょっとはあるけど。ボーンハブで抜いとけ。英語は無理や。日本語で頼むわ。表層クスンクスクスとか X ビデオとかにも探したらあるで。これ、それこそ猥褻物反布で起訴されるんやろうけど、アップ主は度胸あるなって思うわ。ダークサイトに期待値が高いスレミンにスレ主は、みんなが思ってるよりおもんないし、労力使うし、回線は遅いけど本物、かっこエロ関連しかないけどに出会ったらずっと入り込むことになる。回線の遅さにはさすがにイライラするよな。セキュリティ強固にはできても軽くはできんからな。そこは難点。サバ指定するくらいしかないんちゃう。エロが目的とかくだらさすぎてくさ。一般からの流入とか半数以上がポルの目的やぞ。繋ぎたいけど家のネットワークからは繋げたくない。ネカフェとかも身分証明書提示してたり監視カメラ映ってたら同じやしな。公衆エフィシカリ。プロバイダが半年くらいのログ保存やとか思ってても1年後に家宅操作されたとかあるし、そこのリスクは自己責任。VPN も使えば大丈夫じゃないの。一般人が使いこなしてちょっとは安心できる程度の技術やと TORくらいが最高峰になる。プロ棋士もガバガバやし、本職の人とかサイバー犯罪なりわいにしてる人らからするとヘみたいなもんや。
ただウイルスサイトとかブラクラが仕掛けられてる可能性は表層より断然高いからそこが一番実害。これは検証されてへんぞ。専門家によっては表層のサイト群の方がよっぽど危ないって人も多いし。表層に関してはドメイン名でまだ判断できるところがあるやん。ドットルとかドット CM とか、Y 的には、オニオンで統一されてるからダークウェブの方が怖いんよ。ダークウェブにある画像とかって割と表層ウェブにも流れてるんやな。YouTube で無意味に数字羅列した時に出てくる動画とかの方が怖いまであるわ。この後に出てくるオニオンとは、ジオニオンルーターのことでダークサイトのブラウザのことです。その後に出てくるとはとは同じものです。オニオン死んだのマジ？死んでない。最近繋がらないことが多いけど過去にも何度もあったことや、ここ最近は繋がることの方が珍しいけど。はい、よかった。エロいのとか今繋がるんかねあれ。全く繋がらん。更新しまくればまあ捕まるけど。とはも最近は信用できんわ。いつ家に警察来てもおかしくないわ。一応まだ破られてないけど犯罪組織とかは自分らでネットワーク構築してるやろな。有名になりすぎた。とは使用は犯罪なん？とは使って逮捕はないから、あくまで使うだけなら。とはは手段であって犯罪行為じゃない。悪用する奴が多いってだけや。ロサイトの主流ってどこ？アリスとかやっけ？アリスとかボービー。はぁ？とかロリル。とか、急に消えたわ。日本やとマジカルオニオンが有名ちゃうか。レイダーウやで。ホモが出てくる運営やん。マジカルはかなり前に消えたやろ目覚ませ。あげたの全部消えてるで。一斉摘発された。じゃあ今現在生きてるの教えて。アフミヤで調べてたらそのうち出る。具体的なワードクレメンス。Google が出資してるか知らんけどセンシティブなワードやと検索結果少ない気するぞ。他の検索エンジン使うといい。直球で調べたら自己啓発みたいなんが出たわ。検索エンジン教えて。アフミヤ以外やと。オニオンつくからとはイレントアクセスできんぞ。Y は小学生の頃学校の PC で原爆かなんかの発表の資料作成する授業のためにシンクのリンク踏んでウクライナ21見たから本物か。今でもアイスピックが人に圧をかける鈍い音と笑い声を夢に見る。都市伝説みたいに住所割り出されたり、逆に位置が相手の住んでる場所調べたり、できるの？無理。捜査機関が法的措置使うくらいしかない。写真とかメアドの位置から特定するとか古典的な方法しかない。ダークサイトに長期間潜っていたスレ主にこんな質問が書き込まれました。やってみて何かええことあった？ポルノくらい。あとは暇つぶし。まあワイはやってないけど。外人のペドは気違い。日本のロリコンはマシ。だから外人って行方不明の子がバカ多いのかな。なんというか日本のロリコンってエースロリータ、ノータッチの精神で運動会の盗撮とか祭りの盗撮とかそこら辺に留めてるのが多いけど、特に白人はガチで娘とかを性的対象として見てる。国民性の違いなんかな。ぶっちゃけ国内の行方不明の子とか怪しいよな。外人に人気なんは VHS 時代、カッコジポ法施行前のもの。ブスばっかやけどそこも受けてるんかもしれん。エッチなジポ探すんだったらレーダーウのリアルタイムで貼ってた方がええで。心に穴が開く。すまんレーダーウってなんや。ランキング。何のランキングなんや。ツイッターの動画保存ランキング。はい、3月。常備人の普通のプレイある。あるのはある。今モデルやってるこの流出とか。そんなんあるんか、見たことないわ。最近のエライザとかはツイッターやし流出は SNS の方が多いかもな。ほぼ詐欺サイトだと聞いたぞ。エンターするにはビットコインで支払って会員登録系は全部詐欺。ほんまに顔が可愛いのなんて30投稿あるうちの5か6やで。特に外人は顔の彫りが深いから優劣わかりやすい。それこそほんまに素人やからクソブスのハメ撮りとかもはや何がエロいのかわからんデブキッズのやつとかもあるしうぞうむぞう。ダークサイトのポルノ事情について盛り上がるすれない。他にもこんな質問が書き込まれました。ポルノ以外のヤバいのあんの？薬物とか銃とか。シルクロードとかやったらマジックマッシュルームとか LSD 売ってる。ヤフオクとかメルカリみたいにユーザーの評価もあるから信用できる取引先と取引しやすいような UI。はい、それで足つかんの。何回も捜査入って閉鎖されてるからバレるで。購入者の逮捕には繋がる。ヘビーユーザーやったり、例えばメッセージに記載されてる連絡先のメアドが Gmail やったら絶対足がつく。結局初歩的なミスでバレる。ワイはトワークも使ってたんやが、エッチはどう？使ってたわ。いいと思う。多少快適になるし。Y 的に何 J 鉄壁 Z くらいでも大丈夫やと思ってる。変なことせん限り。Y も鉄壁 Z やわ。どこのサバにしてた？スイスやったかな。プロトンメール使っててスイスが強いイメージあるから。Y も、トッモアルバニアがどうとかアフリカ諸国がどうとか言ってた。スレ主自身についての質問も書き込まれます。学歴は？進学校行って予備校の PC で等扱ってたら、有名私立大レベルの大学しか行くとこなかった。小児受験落ちたんこのせいかもな。この後逮捕される予定ある。いやない。痕跡がないから。ドラッグ購入したことある？ない。アロマリキッドもない。やってたとしたら捕まってたと思う？ワイは税関をどう通してるのかも知らんけど、薬物が行動に影響を与えていくあたり普通にバレると思う日常生活の中で、依存性が高いからやりたくない。購入時点では捕まらんのかでもヘビーユーザーは捕まるんやろ。警察ってガバガバなん？
例えばシルクロードやけど、アメリカで4人くらいが薬物で死んだ時に全員がシルクロードで購入してたんや。こうなると確実に社会に悪影響を与えてるし摘発せなあかんってなるからが全調査に乗り出す。あとはコミュニティが大きくなりすぎると話が漏れて普通に捜査される。事故とかもフォーラムが大きくなりすぎて100万人に近くなると大体消滅する。逆にちょいちょいたしなむ程度だったら薬物は見逃されるんか、警察もがバカバやな。正直表の方、カッコ爆祭、ツイッター、グロ専門などがきつかったりする。ザ、インクはガチでグロいし食欲うせる。ツイッターは使いやすい SNS やけど、なんで万宣ねやろって犯罪者アカウントがちらほらおる。爆祭は全員大事。なら下手なダークウェブよりもきつかったりするのか。とりあえずザ、インクアクセスしたら最初ページで血まみれの事故死体とか見るからグロが好きなら見て。ワイは無理。ダークウェブって誰がやってるとかわかる。プロバイダーに開示させたり強制的に法執行せない一般ユーザーは特定不可能。ニキがワイを特定できへんのと同じ。ワイもこのスレにおる人を特定できんから。偽物、海賊版、横流し品ってダークウェブだともっとあったりするんか。海賊版やったらなんとかパイレーツってとこがあるな。ただ上層もトレントとかあるし無法地帯ちゃうか。とわでいけるサイトってとわなしじゃいけないの？無理。強いて言うならブログでとわの検索結果を載せてる人のん見るくらい。アクセスとは言わんけど。リッチはまだダークウェブちょこちょこ行ったりしてる？行ってるとしたら A の PC で？とは開いてももう見れるサイト少ないからここ半年くらい行ってないな。行くとしたら A の PC やな。はい、無意識でダークウェブ見てるなんてことはないんやな、安心したわ。次に出てくるサトルは矢野サトルのことで日本のコンテンツエンジニアで2チャンネル型掲示板を運用していた人物です。実際サトルって何の技術がどれくらい非凡なの？とりあえずオンジェイがトワからのアクセスを禁止してるあたり、やってるなと思ったわ。サトルはその辺有能やな。こんだけの巨大掲示板運営してるからな。普通にすごいプログラマーよ。サトルはトワとかについてどう思ってるんやろか。逆になんで誰もやらんの？そこそこ儲かるやろうに。誰にでもできることじゃないから。なんでや、コンピュータの知識なんて個人じゃたかが知れてると思うが。まあコンピューターの知識もやけど、サイトが発展する上でセンスもいるからな、集客力というか。その点でこんだけ毎日すれ立ってるサイトを作れたサトルはそこのセンスもあるやろ。他のサイトはあんまし流行ってないけどさ。何時の2番線時ってたくさんありそうやけど2番手はすごいた。どこも口座とかも問わない。あれはセブンペイもやけどセキュリティがバガバやったからな。東亜で侵入してるやからもおるやろうけど大問題に発展したのは完全に制作側のガバガバセキュリティのせい。金庫に鍵かかってないようなもんやし。一気もやろうと思えばできたん。わい素人やぞ。無理やわ。昔は投資関係の闇情報が流れてたとか聞いたけど今は金関係は流れてないだろうな。ツイッターの怪しいサロンとかの方がよほど闇深いで。あとマッチングアプリ。あれは詐欺だろ。昔は小金持ちが集まって自分たちで釣り上げられそうな株を仕掛けるための情報交換場所になってたと聞いた。オンライン取引が一般に公開されてからなくなったらしいけどね。全自動 FX 取引利益化プログラムとか売りつけてるで。あとはネズミ講みたいなやつが多い。以上です。皆さんはダークウェブを覗いてみたいですか？